Truckers X TV on air。 We are now live in 3, 2, 1。 気がついた？レイジ君。もうゴーグルを外していいわよ。あなたは。久しぶりね、レイジ君。あれれ、ユーノ撃たれちゃったはずなのに、ひょっとしてここって天国なのかな。きっとそうなのだ。ターニョン日頃の行いがいいから地獄になって行くはずがないのだ。でも天国がジャッジメントセブンの基地とそっくりなんてげんなりだわ。もっとこう美少年パラダイスを想像してたのにね。浅野、あなたの業の深さは死んでも変わりないようね。何よ、むっきり。そうか、やはり我々は死んだのだ。すまない、みんな。まあまあ、いるか。落ち着くんだ。どうやら俺たちは死んではいないようだぞ。え？そうだろ、陽子君。もちろんよ。ここは天国でも地獄でも美少年パラダイスでもない、現実世界のジャッジメントセブンのオフィスよ。本当なのか？え、安心してちょうだい。誰も死んでなんかいないから。いや、だが我が輩の目の前にはこうして天使がおるではないか。このような美しい女性が現実世界におるはずがない。むしろこのレベルの麗しさと気品は美の女神級と言っていいだろう。ということはここは楽園ロロロエ。あら、嬉しいことを言ってくれるわね、イルカ君。でもここは、ついに我が輩は伝説の地ロロロエに到達することができてしまったようだな。死んでしまったというのはちと複雑な心境ではあるが。残念だけどここはロロロエとかいう楽園ではないから、そろそろ目を覚ましてくれないかしら。話が進まないから黙っててくれると嬉しいのだけど。まずは自己紹介から始めないといけないわね。はじめまして、私は一ノ瀬陽子、レイナの姉よ。あなたが一霊のお姉さん？一霊にお姉さんがいるって話は聞いてたけど。なるほど、確かに少し雰囲気が似てるかも。ちょっと待つのだ。それじゃあ本当にターニャたちは生きてるのか？ここは天国じゃないのか？どうやら生きていると思って間違いないみたいね。それによくよく考えてみれば、業の深い浅野が私たちと同じ天国にいるはずなんてないし。
きえ、夏美、あんたってばどうしてそんな嫌味ばっかりポンポンと言えるのよ。っていうか、あんただって天国って柄じゃないでしょ。ふん、混沌の黒天使であるこの私には天国も地獄も関係ないもの。どちらにも所属しない孤高の存在なのだから。ああ、はいはい、ぼっちは死んでもぼっちってことね。ああ、かわいそう、なんか同情しちゃうわ。なんですって、ぼっちならあなただって負けてないでしょ。この一人カラオケ天国が。うん、それいいわね。カラオケがあるなら天国でも地獄でもどっちでもいいかも。あ、それならユウノはかき氷地獄がいいかな、それともパンダ地獄の方がいいかな。レイジ君はどっちがいい？それって地獄じゃなきゃダメなんですかね。かき氷天国やパンダ天国じゃダメなんです。あー、でも地獄って言った方がすごそうかな。かき氷天国じゃなんだか生ぬるいよ、レイジ君。みんな、そんなことよりそろそろ話を進めたいのだけど。ちょっと待つのだ。ターニャたちが天国にいるのか現実にいるのか、とっても大事なことなのだぞ。よし、わかったのだ。ターニャがここが天国かそうでないかを確かめるのだ。逃げた！タッチアナ、何するんだよ！レイジが痛がってるのだ。つまりここは天国なんかじゃない、現実の世界なのだ。でもでもおかしいよ、ユウノたち拳銃で撃たれたんだよね。なのにどうしてピンピンしてるの？なるほど、そういうことか。我が輩には全ての謎が解けてしまったぞ。どうやら我が輩たちは司祭も超越する特殊能力に目覚めてしまったようだ。な、もしくは我が輩たちが生きている平行世界への移動を可能としたのかもしれない。名付けて真実パラレル。おーい、みんなそろそろ目を覚ましてる？みやびさん。お化け、あんたさっき拳銃で撃たれてたわよね。なんで生きて歩いてんのよ、ゾンビなの？何よ、いきなり失礼ね。この通りどこも怪我なんてしてないし、ゾンビ化もしてないから。一体これはどういうこと？私たちは確かに撃たれたはずなのに、あなたも私たちも無傷だなんて、どういうこと？そうよ、仮想世界のモニターで見たのは一体何だったのよ。あれ、まだそんなこと言ってるの？仮想世界で見たことが何でもかんでも真実と思ったりしちゃダメよ。っていうか、そのあたりのことはもう陽子から聞いてると思ってたんだけど、まだだったみたいね。だって説明しようと思っても誰も話を聞いてくれないんだもの。まあ、ジャッジメントセブンだからね、無理もないか。それで宮城さん、出口の方は？ひとまず机に手錠でガチガチに縛り付けておいたから、
目が覚めてもしばらくは動けないわ。その間に DIH のスタッフに拘束されるはずよ。そう、それなら彼からいろいろと情報が引き出せそうね。まあここまでやったんだからそう願いたいわ。さてと、それじゃあそろそろ君たちにちゃんと状況を説明しておかないとね。君たちが仮想世界で見せられた一人一人射殺されてく映像なんだけどさ、あれ全部偽物だからということで説明おしまい。説明おしまいって、いやいや、いくらなんでもざっくりしすぎですよね。さっぱりわけがわからないんですけど。だからあれはあらかじめ用意しておいた映像を仮想世界で見せただけなのよ。結構よくできてたでしょ。びっくりした？びっくりしたなんてもんじゃありませんよ。本当に死ぬかと思ったんですからね。まあまあ、そう目くじら立てないでさ。あれは出口さん、出口の正体をあぶり出すための作戦だったんだから。ヨーコたちと一緒に綿密に準備して作戦を決行したのよ。思いのほかうまくいってびっくりしてるくらいだわ。ねえねえ、みやびさんとヨーコさんってお知り合いさんなの？ええ、そうよ。私は以前北利犬に所属していたから、もちろん13犬なんて無関係な普通の研究員としてね。北利犬でレーナは人の記憶のメカニズムを解明するための研究に協力していたの。アカシックというシステムを使ってね。私は脳科学者としてその研究に参加していたのよ。もっともそれはあくまで表向きの研究で、実際には裏で13犬という秘密の部門がそのデータを使ってまるで別の研究をしていたようだけど、そのことを知った私は北利犬を解雇された後、独自にアカシックや13犬のことを調査している途中で雅さんと出会ったの。まあ雅さんは最初は私のことを13犬の一員だと思って接触してきたみたいだけどね。だって元北利犬の研究員でアカシックにも関わってて、しかも一ノ瀬レイナの実の姉なんて言われたらさ、とりあえず一丁疑っとくみたいな。ねえ。まあ何はともあれ、それ以来私は雅さんに協力して北利犬とアカシック、そして13犬についての調査を開始したというわけだが、ミヤビ氏は DIH の職員だからわかるとして、なぜ陽子女子まで13件などに関わろうと？正直言って危険ではないだろうか。もちろん危険は承知よ。でも13件がレーナの記憶データを、いえレーナ自身を悪用しようとしているのであれば、そのことを看過することはできないわ。姉として妹の魂の尊厳のためにも、そんなことは許せない。許すわけにはいかない。たとえ何もしてあげられなかったダメな姉だとしても、ね、確かにそれはそうであるが。でそんなこんなで13件を探っているうちに、出口の行動に不審な点を感じた私たちは秘密裏に彼の内定調査をしていたんだけど、そこでレーナの仮想人格データのサルベージと雅さんとジャッジメント7の暗殺という出口の計画を察知したのよ。そして偽の暗殺映像で出口を騙して正体を暴き、彼よりも先に雅さんが現実世界に戻ることで出口を拘束するという作戦を立てたのよ。ちなみに出口に金で雇われた本物の暗殺者の方は
とっくの昔に DIH で拘束済みだったわ。だから君たちには何の危険もなかったってわけよ。ちょっと待ってよ。実際に映像の中の私たちが撃たれるたびに仮想世界の私たちの姿も消えていったじゃない。あれってどうしてなの？単純な原理よ。射殺される映像に合わせてあなたたち一人一人の回線を切断していったの。あたかも現実世界で殺されたように見えるようにね。なるほどね。ところで宮城くん、君はさっき陽子くんたちと協力してと言っていたよね。仮想世界で偽の映像を再生させたり、映像に合わせてそれぞれの回線を解除していくなんて、君たち二人にできることじゃない。他にも協力者がいるんだろ。それもアカシックというシステムにある程度の権限で干渉できる協力者がね。ええ、その通りよ。隠していても尾張君にはバレちゃうだろうって忠告されていたけど、どうやら本当みたいね。もう一人の協力者というのは他でもないレーナ自身よ。一例が、にゃん、レーナがあの計画に協力してたというのか。でも一体どうやってなのだ。私はレーナの記憶のデータ化計画の責任者だったから、アカシックにいるレーナとコンタクトを取るための特別なラインを秘密裏に作っておいたのよ。もちろん13件の厳重なセキュリティをかいくぐってだから、いつでも好きなように連絡が取れるわけじゃないけれどね。なんなのよそれ。つまり全部茶番劇だったってことじゃない。本気で怖がった私たちの気持ちどうしてくれるわけ。本当なのだ。ターニャ泣きすぎて水分と塩分をたくさん消費してしまったのだ。お詫びにガジガジ君を要求するのだ。そうである。それに事前に知らせておいてくれれば我が輩もっとダイナミックな演技で散ってみせたもの。残念だ。君たちを騙していたのは申し訳ないと思ってるわ。本当にごめんなさい。でも君たちにまともな演技は期待できそうもなかったから。まあだからこそ迫真のシーンになったと思うわよ。特にラストシーンのレイジッチとナツミンの掛け合いなんてアカデミー賞ものだったし。ほほう、それは非常に興味があるね。どういったものだったんだい。見たい？重要な証拠として映像データを記録してあるから、後でこっそり共有しようか。おお、それはぜひに。やめて、そのデータは破棄して、私の黒歴史なのよ。そうです、というかそんな重要なデータを漏洩しないでください。二人してそうも強く拒否するなんて、ますます興味が湧いてきてしまったね。本当よ。あんたたち最後の最後にどんなこと話してたのよ。まさかデイジと夏美はチューしたんじゃないだろうな。タニャ、映画とかテレビでそういうの見たことあるぞ。わー、なっちゃん大胆。するわけないでしょ。そもそもあの状況でどうやってキスができるっていうの。そんなのしたくてもできるわけないでしょ。おっほー、あの状況じゃなければしないこともないという口ぶり、
それも興味深いね。さあ、みやびくん、そこの PC を使っていいから、そのデータを見せてくれたまえ。オーケー、任せといて。やめて、いっそ殺して。やめろ、いっそ殺してくれ。何よ、今いいとこなのに。もしもし。え、何ですって。みやびさん、どうかしたの？うん、これはもちろん機密事項なんだけど、拘束中の出口が自殺をしたそうよ。護送される際の一瞬の隙をついてて。これで真相を語る証人が消えてしまったわ。聞き出したいことが山ほどあったのに。どうやらまた忙しくなりそうね。すぐに DIH の仲間と合流して今後の対策を練らなくちゃ。ついでに出口に自殺する隙を与えた東辺木には蹴りの一発でも入れておかなきゃね。じゃあ私たちはもう行くわ。今までの君たちの協力には感謝するわよ。だけどね、分かってるとは思うけど、ここから先はゲーム屋さんの出る幕じゃないわ。今度こそアカシック、あの仮想世界のことは忘れて君たちは本業に戻りなさい。いいわね。だがまた我が輩たちが13系に狙われるということはないのか。それはないと思うわ。13系がジャッジメント7を狙っていたのはレーナの仮想人格データがここのサーバーに保管されていたからよ。それを取り戻した今、ジャッジメント7はもう用済み。かといって出口のように正体がバレたわけでもないから、口封じに殺そうなんてことはしないはずだわ。君たちを始末しようとしたのは出口の勝手な暴走よ。その出口が自殺した以上、あなたたちは安全と考えていいわ。下手に君たちに危害を加えて騒ぎを大きくするほど13件もバカじゃないでしょうからね。あの、ちょっと待ってください。この作戦は一ノ瀬玲奈さんも知っていたんですよね。ということは自分の仮想人格データが13件によってサルベージされることも分かっていたんですよね。ええ、そうよ。レーナさんはどうしてそんなことを。だって自分の仮想人格データが13件に利用されるのを一番恐れていたのはレーナさん自身じゃないですか。レイジ君、あなたどうしてそのことを。ええ、そうね。確かにあの子は、レーナは自分の記憶データが13件の計画に利用されることを何よりも恐れていたわ。だから自分の意思で記憶データの一部をこのジャッジメント7のサーバーへと引得した。ここがどこよりも安全だって知っていたから。確かに世界のセキュリティはペンタゴンクラス。データを安全に隠すには実に最適な判断と言えるな。さすがは一例である。もちろんここにレーナの記憶データがあるとバレるまでは安全だったわ。でも様々な偶然が重なってその存在がバレてしまった。13件がずっと探していた重要なデータの一部、それがこのオフィスにあると分かった以上、ここに隠しておくのはあまりにも危険すぎたのよ。セキュリティが完璧だからこそかえって危険な状況になってしまった。え、何
セキュリティが完璧だったら安全なんじゃないかな。そうか、そういうことか。もしここのセキュリティが普通のゲーム会社レベルなら、13件によって簡単にハッキングされ、誰も気づかないうちにデータを回収できていたでしょう。でもここのセキュリティはあまりにも強固すぎるの。外部から不正にアクセスすることはまず不可能。となれば、次に彼らが取る行動は一つしかない。え、どういうこと？諦めてくれないの？ねえ、オワリ君、もしあなたの目の前で浅野さんに銃を突きつけられて、サーバーのデータを取り出すように命じられたらどうする？え、私？そいつは悩むね。そのデータというのが、もしも俺の秘蔵のお宝映像だとしたら、浅野には悪いが。見捨てるな、変態！っていうか、あんたのエロ動画と引き換えに殺されるなんて死んでも嫌だ！彼らは目的のためなら手段を選ばないわ。サーバーからデータを引き出せるのがオワリ君だけだとしたら、他の人間を殺して脅迫するなんてことも平気でする。そんな、世界さん以外はみんな殺されちゃうかもしれないの？ま、その場合はデータを手に入れた後、俺も殺されちゃうんだろうがね。私が危険だと言った意味が分かってもらえたかしら。だからこそ、仮想人格のデータを13件に一度取り戻させるということが、この計画では不可欠なプロセスだったのよ。つまり、私たちをもう利用価値のない存在だと思わせるため？その通り。あのままジャッジメント7がデータを保有し続けていたら、13件はいつか必ず実力行使という手を打ってきたわ。だからその前に、仮想人格のデータを君たちの元から失わせる必要があったのよ。そしてこのことは、レーナの仮想人格が強く望んだことでもあるわ。これ以上みんなを巻き込みたくはないって。にゃふ、レーナがターニャたちを守ろうとしてくれたのか。一年、ヨーコ、お前は仮想世界やアカシックのことを知ってたのか？ええ、知っていたわ。でも、タニアはずっと北里圏にいたけど、アカシックなんて聞いたこともないのだ。それは無理もないわ。アカシックの開発計画は、実は何年も前に終わったことになっているのだから。アカシックというのは、いわゆるスーパーコンピューター。強力な計算能力を備えた次世代型の巨大演算機で、北利研がずっと開発していたものなの。 MBA、 マシンブレインアーキテクチャーと呼ばれる、人間の脳を模した巨大な CPU を備えたニューロコンピューターなのよ。その存在自体が表立って発表されていないだけで、別に13件なんていう秘密の組織も関係ない、普通の研究の一つなの。 MBA、 なんか聞いたことあるぞ。あ、それはデカ頭のことなのだ。デカ頭。そうなのだ。前にパパに聞いたことがあるのだ。でっかい人の頭みたいなコンピューターを作ってるってな。いまいちピンとこなかったから、デカ頭と名付けたのだ。でもデカ頭は別に13件とか関係ない普通の研究のはずだぞ。だってターニャだって知ってるくらいだからな。ええ、そうよ。私も北利研にいた頃はユーリー博士と一緒にアカシックを使った研究を行っていたの。その研究というのは DSD 計画と呼ばれていたわ。デジタイズドソウル
デュプリケーションプロジェクト、つまり人格と記憶のデータ複製計画よ。研究者たちは魂の複製なんて言っていたけど、要するに人の記憶をデジタルデータ化する試みね。それ自体は他の研究機関でも行われてることだから、取り立てて特別な研究テーマでもなかったのだけど、そしてその被験者として選ばれたのが私の妹一ノ瀬玲奈よ。彼女は完全記憶能力の持ち主だったから、記憶のメカニズムを知る研究対象としてぴったりだった。だから玲奈は12歳の時から北海道にある北理研の附属病院に入院しながら DSD 計画に協力していたの。私も大学を出た後、北理研に入社して研究に合流したわ。記憶から作られた仮想空間の中でデータとして再現された仮想人格として生活すること、それが DSD 計画の最終目標だったの。そしてテストケースとして作られたのがこの浅草の街だったというわけ。それがレーナの強い希望だったから、たとえ仮想世界だとしても仲間であるあなたたちと同じ世界を共有したかったのね。北理研でそんな研究をしていたなんて、そんなのターニャはちっとも知らなかったのだ。それにレーナがすぐそばにいたのに気づかなかったのだ。ターニャ、レーナや私たちのこと、そして北理研の研究者たちのことをどうか信じてほしいの。 DSD 計画は本来は平和利用のためのものだったのよ。心や記憶に障害を持った人たちをアカシックが作る仮想世界の中でケアしたり、治療を施したりすることや、あるいは大規模災害時などのシェルター生活における精神的ストレスやトラウマによる後遺症を緩和させるために、肉体から精神を切り離し記憶によって再現された仮想世界での生活を追体験させるといった平和的、医学的な研究だったの。でも私たちにはどうにもならない思惑によってその目的は変わってしまったの。研究の主導権は北理研の中でも存在を隠匿されている13件に移管され、表面上はプロジェクト中止、私も研究チームから外され結局は解雇されてしまったわ。もっともその頃の私は13件なんてセクションがあることも知らなかったから、一方的に解雇されたとしか思ってなかったのだけど、そしてレーナとも自由に会うことができなくなってしまって、たまに会うことが許可されたとしても常に監視がついていた。明らかにおかしいと思って調査をしてみたら、案の定 DSD 計画は終わってなんかいなかったというわけよ。その目的を変え秘密裏に研究が続けられていた。その目的というのが実にひどい内容なのだけど、一部の権力者だけが記憶と人格をデータ化し仮想世界で永遠に生き続けるというものだった。魂のバックアップとも呼ばれているわ。まさに現代版の不老不死の研究よ。ほんと今時不老不死よ。漫画の世界じゃないんだからいい加減にしてほしいわよね。そして13件がレーナの仮想人格を追っていたのは、彼らの計画の中核となるアカシックを制御する管理者人格にレーナの仮想人格が利用されているから。しかも13件の研究はそれだけじゃないらしく、不老不死を手に入れた権力者が仮想世界から現実世界へと干渉する手法も研究しているみたいなの。仮想世界から現実世界に干渉？そんなことが可能なの？正直私も半信半疑ね。どんな技術や手段を使ったら
仮想世界から現実世界に干渉できるのか、まるで見当もつかないわ。だが、もしそんな技術が確立してしまったら、仮想世界から現実の社会を管理するという絵空事が一気に現実味を帯びてくるということか。まさか今世間を騒がせている JK 事件ってのはその検証試験じゃないだろうな。私たちも同じ意見よ。今回の JK 事件には13件が関与していると考えて間違いないと思うわ。手段はまだ謎だけどね。おそらく彼らが計画しているサイバーテロはその一部の権力者ってのに向けた宣伝活動のようなものよ。まったく冗談じゃないわよね。とまあ長々とした説明はこれで終わり。さっきも言った通り、今後はもう13件が君たちに積極的に危害を加えることはないはずよ。ただしそれはこれ以上君たちが今回の件に深入りしないっていう条件付きだけどね。あとは DIH に任せて、このことはきれいさっぱり忘れるように。サイバーテロの方は何とかするわ。もちろん奪われた仮想人格のデータの奪回も含めてね。だがしかし、そこまで事情を知ってしまってここで手を引けっていうのはあんまりじゃないかね。この件にレーナが関わっているのなら俺たちも無関係じゃない。お願いよ、それがレーナの仮想人格の願い。いいえ、レーナの願いなのだから。それからさ、このことは忘れてほしくないんだけど、未遂で終わったとはいえ君たちは殺されかけたんだよ。今回はたまたま助かっただけなんだからね。この次は多分確実に殺される。そういう奴らが相手なんだから、素人が感情に身を任せて首を突っ込まないでよ。ゲームと違って現実ではコンティニューなんてないんだからね。Thank you.